さん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほとりみです。はい、というわけで今回はね、あのですね、今回は今日一日だけ終業式ということでね、学校に行ってきました。でね、そのことについてちょっと話したいと思います。はい、何日ぶりだ、もう十何日ぶり、うん、3週間ぶりそうだよね、3週間ぐらいもう行ってないもんね、うん、本当ね、3月初めての学校でしたね。そうです、3月初めてで最後の日そうだね、初めて行って初めて最後の日でした。そうそう、最後のね、はい、ね、すごいね、私学校大好きだったんで、うん、すごいテンション爆上がりで、うん、みんなからテンション上がってるねって言われちゃったりしましたどうでしたか、久々の学校は。めっちゃね、みんな変わってなくて、うん、本当にね、うん、楽しかったです。今から遊びに行きます、うん、私、うん、リミはリミも何、うん、学校はどうだった、久しぶりの。楽しかったよ。楽しかった。だからね、うん、荷物いっぱいすぎて重くて疲れた。あー、確かに、うん、それはもう覚悟の上だからね、荷物いっぱいあるっていうのはね、うん、すごいねって言われた。何が？すごいね、その荷物も。誰に？みんなに、うん、でもみんなも荷物あるんでしょ。あるんだけど、多分あの袋が大きいからなんか余計。ああ、なんでしもちゃんだけこんなでかいの荷物。え、みんなもこれぐらい。あ、なんかね、みんな分散してたの。分散してるから。あ、しもちゃんは一つの袋に。私一つのめっちゃ大きいのだから、これね、これ写す、ちょっとそっか、これ全部帰りに背負ってきたんでしょ。すごいね。すごいね、これ見てください。やばいね。すごいでしょ。これをこう持ってランドセルを背負って、それを背負ってきたでしょ。そうで、肩すごい痛いんだけど、ね、こう頑張って頑張ってきました。そうだね、これは大変だ。中に彫刻刀とか辞典とか、お道具箱。そう、お道具箱とか、あと防災頭巾とか。あー、もう全部だもんね。全部入ってんで、よく持って帰ってきたねそう、なんか他の学校はね、なんかお母さんたちがね、あの、あ、そうなんだ、荷物取りにとかいう学校もあったみたいなんだけど、うちの学校はもう自分たちで全部ね全部ね持って帰ってきたね、偉い偉い、ほんと。でもさ、お母さんたちが集まることによって、もうそうだよね、また意味がないもんね。それも考えてたろうね。そうだよね、親がこう取りに来てって言うと、やっぱもうバーってね、まあ、親とかもこう喋っちゃったりしてね。だよね、確かに人が集まっちゃうから、意味ないもんね。そうだね、確かに、ね、で、あれでしょ、やっぱり体育館とかに集まることもなく、あ、一切集まらなくて、放送だったんでしょ。そう、放送で校長先生の話が、やばかった、めっちゃ長かった話。長かったの？放送なのに長かった、うん、そう、1年生から6年生まで全クラス、全学年にメッセージを送ってくれた。メッセージ。1年生は〇〇で〇〇で〇〇でしたね。2年生は〇〇で〇〇で本当素晴らしかったですよ。3年生はと、すごい。へえ、リリちゃんも聞いた？聞いた。長いと思った？長いと思った。僕が1位とか設備を伸ばしてますかとか言ってくるの何でも、しほちゃん、それはでもありがたく聞かないとダメなんですよ。校長先生だってもういっぱい考えること、いや、言うことを考えてさ、うんうん、きっとさ、うん、もう本当はもっと話したかったかもしれないのに、うんうん、ね、しかもこう面倒向かって言えないから、放送で、しかもこう学年ごとに言うしかなかったんですよ。そうだね、うん、そうだね、ね、はい、ということで何それはいね、あと離任式もね、もうほんとまとめて放送でやっちゃったんでしょ。じゃあ先生の顔とかも一切見られず。そうだよね、見られずだよね。その先生の一言とかも全くなしで。そうだよね、校長先生がまた発表。まあ、あの名前とかはちょっと言えない、言えないというか、まあ、言っても分かんないと思うんで言わないんですけどそうですね、結構ね、しほりみにとってはなんて言うんだろう、お世話になった先生とか、ちょっとこう主要、何、ちょっと主要の先生っていうの、なんていうの、有名な先生たちが、しほりみにとってはね有名だったね、いなくなっちゃうことがね、うん、分かりまして、はいはいはい、はい、ちょっとね、びっくり、悲しい。リミは悲しいよ、ね、リミはちょっと悲しい感じだね。そうだね、1年生の担任の先生も2年生の今の担任の先生も、今の、そうですね、いなくなっちゃうからね。2年生の先生
そうなんですよ。今の2年生の1組、2組、3組、3人の担任だった。3人じゃないよ、4人、補助の先生もだ。そう、補助の先生もね、いい先生だったんだよね。みんなに好かれててさ、まさかその先生まで行っちゃうんだから、もう本当悲しいよね、2年生はね。あ、うちもね、一回ね、あの今の担任の先生が出張の時に、うん、そのいい先生が来てくれたね、うん、思い出した思い出した、うん、ね、うん、あと何した学校で。学校で、うん、通知表もらいました。お、通知表もらった。そうですね、通知表もらう時に、うん、すごい褒められて、うん、これからも頑張ってくださいって言われて、うん、先生からのプレゼントですって言われて、うん、そのプレゼントが4の1の写真っていう、うん、あー持ってきてたね。あの先生が作ってくれたんだよね。そう、プレゼントです。しかもその真ん中の、ね、絵がね、炭治郎だった。そう、先生鬼滅にハマっちゃったんだって、この休みの間に。そう、前回見ましたって言ってた、みんなの前で、うん、で後で見よう ね、 よね。今ちょっとここで動画には出せないから。負けるな炭治郎、負けるな、俺はできる。違う、そう、そんな感じ。俺がくじけることは絶対にないってところ。屋敷のところ、そう、うん、あの回転する、そう、ちょっと見ない、マリチマリチ、そうそうね、そのシーンが一番好きって言ってた、ね、うん、じゃあそれ先生がくれたんだね。そうなんですよ、本当にすごい、うん、すごかった、すごかった、うん、で、それが終わったらもう帰りだもんね、すぐね。そうだね、そうだよ、ね、あ、掃除やったよ。掃除も一応やったんだ。そう、掃除やってない、いいね。それ2年生はやらなかったんだ、掃除。何掃除って、どこ掃除するの。教室してない。机、椅子のガムテープ取ったり、うん、ほうき履いたり、しなかったんだ。そうなんだ。2年生はじゃあ何したの？通知表もらった？それ一人ずつ先生が呼んでくれてもらいに行ったの？うん。あと何したの？2年生はじゃあ。それだけ？喋ったりしてた。喋ってた。あとね、お手紙書いた。うん、誰に？誰に？先生とお友達。先生とお友達？誰、お友達全員、クラス全員にってこと、うん、誰か引っ越しちゃうの、うん、好きな人にってこと、うん、好きなお友達にお手紙を書くの。へえ。え、異性、異性、異性男の子に、異性、異性って、うん、男の子は女の子に、女の子は男の子にってこと。あ、好きだって、自分の好きな、そういう好きじゃないよ、もうしおちゃんの頭の中はもう恋愛パニックなんだから違うよね、普通に好きな人にお手紙を書いてって言ってたの、うん、へえ。先生はそういう恋愛で好きな人って言ったんだよ違うよ、みんな、みんな女の子は女の子同士でやってる。そうだよね、男の子は男の子同士そうなんだ。2年生の男子ってさ、何が好きなんだろうね。のえ、先生にも書くの？2枚書くってこと？先生と、え、誰でも書いて、あ、先生でもいいし、お友達でもいいから、とりあえず誰かにお手紙を書きましょうってやったの。あ、でも私先生の通知表書いたかも。みんなにね、うん、なんかそう、あとランキング、うん、1年間で楽しかったことと頑張ったこともね、うん、ランキングを書きなさいみたいな。へえ、そういう時間があったんだ。そう、通知表の配られるまで待ってる時に、うんうん、その通知表、先生の通知表と、うんうん、でランキングを書きました。あ、なるほど、校外学習一番頑張ったって書いた。うんうんうん。なんかさ、テレビとかでさ取り上げられてる学校はさ、うん、なんか後ろを向いちゃいけないとかさ、面と向か対面で喋っちゃいけないとか、なんか厳しく指導される学校もあるみたいだけど、そういうのはどうですか。特になかったですよ。なかった、もう自由にみんな、もう自由にみんなで横向いてワイワイ喋ってたもんそうだよね。リンゴやよ。こいつの最終回見た？後ろ向いてた。そっか。こいつの最終回見た？見た見た、すごかったよね。そう、結婚式やばかったって話したね、だいぶもうこいつの最終回も、ま、ずっと 前のような気がするけど、そうだよね。初めて、あの3月初めて会ったんで、うん、先生もその船も話してたよ。あー、あれも人気だったよね。最終回やばくなかったね、意外だったって、うん、ねえ、それ結構最近じゃない、最終回ね。最近最近
そうだよね。うちはそれちょっと見てなかった、ね、見てなくて全く、あ、そうなんだ、意外だったんだみたいな。うん。2年生はどんな話すんの？え、2年生ってどんな話すんの？確かにクラス一緒になりたいねとか。そう、あ、もう可愛い感じ、可愛い感じでしょ。そういうドラマとかそういうのないからさ。怖いよ。ね、当たり障りない普通の会話か。そう、普通、うん、普通の会話。うん、同じクラスになりたいね。うん、そうだね、りみちゃん、そうだねって感じ。だよね。2年生は可愛い感じ。2年生は可愛い。怖いよね。3年生になっちゃうねみたいな。私たちもう大人になる。何そのメガネなの？なんでメガネなの？ね、名前言っていいの？メガネ変えてた。へえ、かっこよくなってた？青になってたんだ。青の丸メガネ。へえ。丸っていうかちょっと。似合ってた？うん。うん。ねえ、そうなんだ。いろいろ。でもお友達みんな元気だったでしょ？うん、全然変わってなかったでしょ？ね、お休みもね、しほりみのクラスもゼロということで。ゼロでした。よかったね、みんなに会えて、ね、みんなとは最後に会えてすごい嬉しかったです。うん。久々に6時に起きたから眠いね。眠いからもう寝てくるね。え、おやす、え、あなた遊びに行くんじゃないのこれから？ね、私ここ、私とベッドだから寝な。え、時間大丈夫か？今ちょっと何時か見てきて。うん、今はもうね、早いんですよ、出かけるの。そうなんですよ。あと5分。あと5分で出かけるの？じゃあ準備しなくちゃ、リミちゃん。じゃあ、じゃあバイバイして。ここでバイバイです、リミは。バイバイ。バイバイ。さようなら。行っちゃいましたね。はい。じゃあ、しほちゃんもね、はい、学校行けてよかったね。すごいテンション爆上がりでしたよ。うん、あの先生にもね、あ、しほのことだから。テンション上がってると思ったけど、今日上がってるのって言われて、うん、めっちゃ上がってますよ、私って言って、そうなんだ、うん、うん、本当にやばかった。やばそうだよ。あー、もうカメラも動いちゃった。テンション上がってカメラもテンション上がって、うん、木に久しぶりって背高くなったねって木に言って、あ、でっかい木ね。そう、うん、で、私も机に、うん、久しぶり元気だったって言ったら、いつも盛りだったのね。そうそう。で、みんなに久しぶり、なでれちゃん、久しぶり、なでれちゃん、久しぶり、なでれちゃん、久しぶり、なでれちゃんってやってきたの。そうです、おかしいね。あー、久しぶりずっと言ったり、そっか、めっちゃベラベラ喋ってた。うん、よかったね。うん、休校中何した？あー、そうなの？あー、いいね。何した？あー、なるほどね、とか。みんな何してたって？え、なんかみんな絵だった。え、みんな鬼滅の絵描いてた。あー、絵描いてたとか。みんな見せ合ってた。まあ、私はね、カナオンリーなんで、うん、楽しく描いてないんで。そうか。あと私プラバンやってました。ああ、そうだね、プラバンもやってるってみんな言ってた。ああ、やっぱみんなやってること似てるね。出るよね。そうだね。先生も料理と絵って言ってたもん。ああ、そうなんだ。そっか、先生料理うまいんだもんね。いや、でも料理全然してないって言ってた。本当？なのにカレーコンテスト1位で。そうだよね。才能があるってことかな、そういうのって、ね、そうだよ。そうです。はい、じゃあね、しほちゃんも今日遊びに行くということで、しほちゃんももうこれから用意しなきゃいけないので、はい、であと夕方からね、今日からダンスも復活します。頑張ります。本当ね、今日は忙しい一日になるかと思いますけど、はい、はい、まあ、とりあえずね、はい、学校無事行けて、はい、あの友達みんなに会えて、はい、大好きな先生にも会えて、はい、ね、無事楽しめたということで、そうですね、よかったですね。よかったです。はい、まあ、3月ね、最初で最後の投稿になっちゃったけど、そうですね、はい、はい、またね、春休みも、まあ、ちょっと自粛しながらになっちゃうけど、まあ、そこそこ、まあ、お家で楽しんだり、近場で公園とか行って、息抜きしたりね、うん、まあ、今の世の中なので、こう、パート遊ぼうっていう感じにはちょっと無理だけど、それはもうしょうがないね、うん、今の、このね。今の状況だから、状況は状況だから、もうしょうがないです。ない、はい。はい。なので、頑張って、ね、また春休み過ごして、またね、新学期、お友達とね、楽しく会えるように。はい。はい、頑張りましょう。はい、はい、はい、ということで今回はね、学校に3月、うん、最後で最初で最後の学校について、うん、そうですね、どんな感じだったかちょっとね、お話ししてみ、ね、話してみました、うん、ということで、それではバイバーイ。